武装し、レリーに復讐しようとするすがなれる、すがなれる、あるいは疑り深い亭主は、モリエールの儀曲。1660年発表。プチブルボン劇場にて、同年5月28日初演。舞台は、パリの広場から。セリーとその父親、ゴルジビウスが登場。セリーはすでに、レリーと恋人であるにもかかわらず、ゴルジビウスに、 気の進まない相手と結婚させられそうになっており、それがあまりに嫌なので泣いている。元はといえば、デリーとの交際をセリーに進めたのもゴルジビウスであったが、彼は結婚相手としてより有利な財産を持った男と結婚させようとしているのであった。ゴルジビウスがいなくなって、バーヤがセリーに結婚を進めていると、デリーに送られた肖像画を見ていたセリーは突然気を失って、 倒れてしまった。バーヤの叫び声を聞いて、菅ナレルが登場。ところが、菅ナレルがバーヤに頼まれて、セリーを抱えているところを、その妻に見られてしまい、浮気と勘ぐられてしまった。菅ナレルの妻は、浮気現場を抑えようと広場に出てくるが、すでにそこには、菅ナレルの姿はない。代わりに、セリーが落としていった、菅ナレルの肖像画の入った箱を拾ったのだった。 セリーを運び終わって広場に戻ってきた菅ナレルであったが、そこで彼が目にしたものは肖像画に描かれた美男子にうつつを抜かし、キスまでしている妻の姿だった。お互いの勘違いから話の噛み合わない口論を始める菅ナレルとその妻、肖像画を抱えて逃げていく妻であった。旅へ出ていたレリーが下男のグロルネと共に帰ってきた。セリーが結婚するという話を聞いて、 急いで帰ってきたのだ。そこへ、妻から奪った、肖像画を眺めている菅ナレルが登場。愛の証として、セリーに送ったはずの肖像画を見知らぬ男が持っているので、どこから手に入れたのか尋ねると、菅ナレルに自分の妻が持っていた。その妻とお前が恋仲中にあることもとっくに知っていると、返され、ショックを受けてしまう。セリーに裏切られたと勘違いしたレリーは、 旅の疲れもあって急に気分を悪くしてしまった。そこへ、菅ナレルの妻が現れ、解放のために家で休むように提案してくれたので、好意に甘えるレリー。その一方、菅ナレルは妻の父親と話をつけようとしていた。父親に焦らず、もっとことを調べてみるように言われた菅ナレルは、確証があるわけでもないので気を取り直し、その助言に従うことにしたものの、すぐに、 レリーとそれを解放していた妻の姿を見てしまった。気分の良くなったレリーの方でも、菅ナレルを見つけ、あんな綺麗な奥さんを持つなんて、なんという幸せな男だろう。と、独り言のように言いながら、家から出て行った。立ち去り際のレリーの言葉に怒る菅ナレルであったが、そこへ、セリーが登場し、怒りの理由を尋ねた。洗いざらいすべてを菅ナレルから聞いたセリーは、 裏切られたと勘違いし、レリー憎しで菅ナレルと共に盛り上がり、復讐を誓う。菅ナレルも復讐にぶん殴りに行こうとするが、あれこれ思い悩み、結局ぶん殴るのはやめて、言いふらしに行くことにしたのであった。セリーは、レリーへの復讐として、ゴルジビウスの言いつけ通りに結婚することにした。そこへレリーが、結婚前の最後の挨拶にやってきた。口論になるが、 お互いに火があると勘違いしているので、当然話が噛み合わない。復讐を諦めきれず、武装をした、菅がれるやその妻がやってきて、話はますます混乱する。そばで聞いていてもさっぱり話が飲み込めないバーやは、仲裁に入り、話を整理していくことにした。バーヤの仲裁のおかげで、セリーが、肖像画を落としたことが、すべての発端で、それ以外は勘違いであったことがわかり、 安心する一同。ところが、先ほど復讐のために結婚を承諾してしまった。セリーはセリーを隠せない。ゴルジビウスに話を通そうとしたが、聞き入れてもらえそうもない。そこへ、ビルブルキャンがやってきた。息子のバレエルには、すでに財産も家柄もある、内縁関係のある女性がおり、セリーと結婚させられなくなったという。もう結婚の話には、うんざりしていたゴルジビウスも、 デリーの存在を話し、デリーとセリーの結婚を認めたのだった。幕切れ。モリエールは1659年、彼のオリジナルな発想による、初の儀曲、最女気取りを制作し、大成功を収めた。本作はそれに次いで制作されたものである。初演は、ジャンドロトルーの悲劇、バンスラスト二本立てであった。本作は一幕物にしては、 複雑な構成を持っているが、上演時間は1時間にも満たないため、その後も他の様々な悲劇や喜劇と合わせて上演された。しかし、最初気取りほどの成功を収めることはできなかった。モリエールはこの作品によほどの愛着を持っていたようで、1673年までの生存中は毎年本作を上演にかけ、その上演回数は生涯で120回にも達した。 前作の最女気取りは戦術したように大当たりを取ったので、利益を得ようとして、無断で作品を出版しようとしたり、模倣作まで制作する輩が現れた。本作はそれほど成功を収めたわけでもないのに、同様の事態に見舞われた。モリエールとしても、この不法行為を訴えずにはおられず、結局解決までに、かなりの時間を要した。著作権の概念が極めて曖昧だった当時には、 制作者としては避けがたいことであったのである。ゴルジビウス、菅ナレル、ビルブルキャンは、モリエールの南フランス巡業中の作品である、バルブイエの嫉妬と、トビーシャにも見られる名前であるが、この二つの作品においては単なる定型的。特に菅ナレルは、名前からもわかるように、イタリア喜劇の流れを引く人物だが、作中では、非常に個性的な性格の人物として描かれている。 第十七 k は、菅ナレルの長ゼリフのみで終わるが、この場面には後に、モリエールが優れた、性格喜劇にまで発展させることになる、真理の総国が素朴な形で示されている。この儀曲では、一枚の肖像画が点々と人手に渡り、それぞれ様々な思い違いを経てさかいを起こすが、最後には高まる、笑いのうちにすべてが、一挙に解決する。 一幕物ながら多幕物に見られるような巧みな構成を持っている。安藤真也はこの作品の1から6景を第1部、7から1 7景を第2部、17から2 4景を第3部に分け、一部における状況の説明は簡単、明瞭で、しかも行動の内に描き出され、第2部におけるその発展と、クライマックスとしてのモノローグへの盛り上がりの計算も見事であるし、 第三部の気分の転換も、結末への進行も無理なく行われる。こうした構成はガルスから喜劇への、過渡的な試みとして見逃されてはならないと表し、ありがとうございます。